沢木隆の百回図鑑より、猫股猫コ猫股は日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などにある猫の妖怪。大別して山の中にいる獣と言われるものと人家で飼われている猫が年老いて化けると言われるものの2種類がある。荻田安政、宿直層より猫股ということ。狩ウドが自分の母に化けた猫股をいる場面。 中国では日本より古く、隋時代には、猫木、金貨猫といった怪病の話が伝えられていたが、日本においては、鎌倉時代前期の藤原定家による、赤月期,期の転覆元年8月2日の記事に、なんとで、猫子が、一晩で数人の人間を食い殺したという記述がある。これが、猫股が文献上に登場した書出とされており、猫股は山中の獣として語られていた。 ただし、赤月期の猫股は容姿について、目は猫のごとく、体は大きい犬のようだったと記されていることから、猫の化け物かどうかを疑問視する声もあり、人間が猫子病という病気に苦しんだという記述があるため、狂犬病にかかった獣がその実態との解釈もある。また、鎌倉時代後期の随筆、つれづれ草に、奥山に、猫股というものありて、 人を食うなると人のこと弾けるに、と記されている。江戸時代の海岸集である、宿直草や、ソロリ物語でも、猫股は山奥に潜んでいるものとされ、宮まで人間に化けて現れた猫股の話があり、民間伝承においても山間部の猫股の話は、多い。山中の猫股は、後世の文献になるほど大型化する傾向にあり、1685年の新著文集で、 木の国山中で捕らえられた猫股は、イノシシほどの大きさとあり、1775年の枠虫りでは、猫股の鳴き声が山中に響き渡ったと記述されていることから、ライオンやヒョウほどの大きさだったと見られている。1809年のグイソウで犬をくわえていたという猫股は、全長9尺5寸とある。越中国で猫股が人々を食い殺したと言われる猫股山。 合図で、猫股が人間に化けて人をたぶらかしたという猫間が竹のように、猫股伝説がそのまま山の名となっている場合もある。猫股山については、民間伝承のみならず、実際に山中に大きな猫が住み着いていて、人間を襲ったものとも見られている。境港市、水木茂ロードに設置された猫股のブロンズ像。尻尾が2本に分かれている。一方で、同じく、 鎌倉時代成立の古今著文集の環境法院の話では、佐賀の山荘で飼われていたから猫が秘蔵の守り刀を加えて逃げ出し、人が追ったがそのまま姿をくらましたと伝え、この飼い猫を魔物が化けていたものと残したが、前日の釣れ釣れ草ではこれもまた猫股とし、山に住む猫股の他に、飼い猫も年を減ると化けて人を食ったりさらったりするようになると語っている。 江戸時代以降には、人家で飼われている猫が年老いて、猫股に化けるという考えが一般化し、前述のように山にいる猫股は、そうした老いた猫が家から山に移り住んだものとも解釈されるようになった。そのために、猫を長い年月にわたって飼うものではないという俗心も日本各地に生まれるようになった。江戸中期の夕食家、伊勢定常による安在随筆には、 数歳の猫は、尾が二股になり、猫股という妖怪となるという記述が見られる。また、江戸中期の学者である新井白石も、老いた猫は猫股となって人を惑わすと述べており、老いた猫が猫股となることは常識的に考えられ、江戸当時の河原版などでもこうした猫の会議が報じられていた。一般に猫股の または尾が二股に分かれていることが語源と言われるが、民族学的な観点からこれを疑問視し、猫が年を重ねて化けることから、重複の意味である、またと見る説や、前述のようにかつて山中の獣と考えられていたことから、猿のように山中の木々の間を自在に行き来するとの意味で猿を意味する、ここを語源とする説もある。老いた猫の背の皮が向けて、後ろに垂れ下がり、 恩が増えたり分かれているように見えることが由来との説もある。猫はその眼光や不思議な習性により、古来から魔性のものと考えられ、葬儀の場で死者を蘇らせたり、猫を殺すと七代まで祟た,たられるなどと恐れられており、そうした俗信が背景となって、猫たの伝説が生まれたものと考えられている。また、猫と死者にまつわる俗信は、 肉食性の猫が不臭を嗅ぎ分ける能力にたけ、死体に近づく習性があったためと考えられており、こうした俗信がもとで、死者の亡骸を奪う妖怪、カシャと猫股が同一視されることもある。また、日本の猫の妖怪として知られているものに、化け猫があるが、猫股も猫が化けた妖怪に違いないため、猫股と化け猫はしばしば混同される。なお、カナダで日本の王を持つ。 猫の写真が撮られている。鳥山石園ガト百鬼夜行より、猫股江戸時代には、図鑑様式の妖怪絵巻が多く制作されており、猫股はそれらの絵巻で、しばしば妖怪画の題材になっている。1737年観光の百回図鑑などでは、人間女性の身なりをした猫股が三味線を奏でている姿が描かれているが、江戸時代当時は、三味線の素材に、 メスの猫の皮が多く用いられていたため、猫股は三味線を奏でて、同族を哀れむ歌を歌っている。もしくは一種の皮肉などと解釈されている。芸者の服装をしているのは、かつて芸者が猫と呼ばれたことと関連しているとの見方もある。また1776年観光のガト百鬼夜行では、向かって左に、障子から顔を出した猫。 向かって、右には頭に手ぬぐいを乗せて縁側に手をついた猫。中央には同じく手ぬぐいをかぶって二本足で立った猫が描かれており、それぞれ、普通の猫、年季が足りないために二本足で立つことが困難な猫。さらに年を経て、完全に二本足で立つことのできた猫として、普通の猫が年とともに、猫股へ変化していく過程を描いたとものとも、見られている。また、 アメリカ合衆国のボストン美術館にビゲロー、コレクションとして所蔵されている、百鬼夜行絵巻にも、ほぼ同様の構図の猫股が描かれていることから、両者の関連性も指摘されている。中国で、センタヌキという猫の妖怪が伝えられている。これは年を経た山猫が人通力を身につけた存在であり、美男美女に化けて人間の世紀を数とされる。日本の猫股の伝承は、 この線たぬきを起源とする説もある。ありがとうございます。